2022年8月の16日になりましたよ、山戸君。すっげえ土砂降り、散歩無理ですから倉庫に逃げよう。おいでおいで。午前8時30分ですが、すっげえ土砂降りです。うわー、ちょっと車庫もう入れんぞこれ。ひでえ雨だ、山戸ずぶ濡れだ。うわー、大雨です。ちょっと倉庫に逃げよう。倉庫。うわー、シャッターが、はい、しゃ逃げた。ひどい雨です。じゃんじゃん流れてますが、もう何も降るんですか今年は。山戸君、ひどい目だったなこりゃ。倉庫の中で運動してくれ。よいしょっと。いやー、山戸君すんごい雨だぞ外。これやばいよこれ、土砂降り。うえー、ちょっとドア開けたくない感じ、やばいです。あれ、山戸いね。山戸君おいで。はい、おいで。あー、偉いね。あれ、行きましょう。なんだおめえ、またはい、捕まえた。はい、終わり。よいしょ、捕獲。よいしょ。ひでえ雨だ。うわ、じゃんじゃん流れてる水。山戸君帰ろ、戻ろ。ひどい雨だ。避難。えらいこっちゃ、なんでこんなに降るの。やめてー。わー、よいしょ。いやー、ひでえ。山戸君、あんたの好きなおやつでも食べますか。お座りだよ。わおー、出ないの。よし、えらいね。待てだよ。よし、はい、えらい子でした。我が家の芝生が水浸し。大丈夫これ、倉庫に水入んね。はい、我が家の連作の小麦畑、もう湖です。えらい子です。すげえ雨、ワイパー追いつきません。災害レベル3か4らしいですね、帯広。はい、2日前に煙幕を巻いたパラディスコ入れたとこです。さすがに水は溜まってません。はい、美声川です。増水してます。すごい水の量、川の水がものすごく増えてます。はい、午後5時になりました。上美瀬で約90ミリ、上牛湖で73ミリ降りました。ちょっと山田君、もう棒状でもね、ぐじゃぐじゃで、まあ棒状しといてよかったです。そしてこれね、小麦のここはね、連作になるんで緑肥煙幕は発しておりませんが、と。はい、水がですね、さらに溜まっております。山戸君、あなた水嫌いだよね。うわー、ひどい。どうするねこれ、こんなに降っちゃいました。すごい勢いだったよね雨ね。ちょっと山戸君どこ行くの。本当によく降ります。我が家の畑が湖に変わりました。あら、まあ、2022年8月の17日になりました。むちゃくちゃいい天気ですけど、我が家の大豆畑です。ちょっと部分的にね、あと枕もねちょびっと倒れたんですけど、あの大雨でも持ってます。はい、大豆の森。お、鞘ついてんねこれ。もう花終わってるわ。鞘だ鞘。あ、そろそろ虫の防除したいところですけれども、これ見て、濁流の流れた後と、うえー、水だまりだ。ちょっとこれ見えます？いけないわ、向こうまで。何これ、うえー、大豆畑に水がたっぷり溜まってます。メークイン畑です。もうだいぶ木いかれちゃいましたね。ということで、ちょっとどんなもんか掘ってみますか。この辺掘ってみるか。よし。あ、結構大きいね。ちょっと見てください、これメークイン。結構いいメークインじゃないね。二次成長しないようにちゃんとチェックして、もうちょっと太ってもいいかね、この株はね。目離せないね、まだ木は多いけど。これ結構いい感じです。はい、ということで、メークインを入れるコンテナを組み立てることにしました。皆さんね、こう収穫しながら組み立ててこうやられてる方多いんですけど、何せね、うちの農場は2人しかいませんので、働く人がね。で、まあこうやって早めに奥さんと組み立ててるわけです。外暑いんで、倉庫の中で扇風機を回して作業をしております。こうやって置いたらですね、これ手で持ち上げると重たいんで、こうやってリフトでよっこいしょーとやっております。で、持ってこう指挟んだり、あとね、足をこう挟んだりするんで、安全靴履いて、手袋もごつい革手を履いて、できればヘルメットをこうやってしてね、頭とか打つことはそんなないと思うんですけど、このように組み上げております。二人きり農業はね、気楽なだけで結構ね、仕事は人の何倍もしなきゃダメなんで、常に私は時間がございませんということです。あ、これピンがないから、こういう時はね、番線で締め込みます。はい、これで締めておきます。
あー、暑いけど扇風機回してなんとか日陰で頑張っておりますよっと、はい、2022年8月の18日になりました。今日は曇りですね。ということで、これカルビーに出荷するポロシリという品種のジャガイモでございます。さっきね、伊藤くんから電話来て何かなと思ったら今日サンプルの日だったんですね。もう全然スケジューラーにも入ってなくてね。はい、ということで今ね、伊藤くんにちょっと申し訳ないんで自分で持ってきたいと思います。ということで、こうやってね、ネットに入れて出します。連続5株です。どれを持ってきますか。大体平均なところ持ってかないとね。どっかここら辺で取ってみますか。よいしょと。うわ、芋ついてくる。これゴロゴロゴロっと見える。おー、なんかいっぱいなってない。これもうでかいな。なんかポロシリ全然なってないって聞いたんですけど、そんなことないのかね。ふっふっふっと。はい、5株取りまーす。よと。よいしょ、くっついてくるね、茎に。おーっと、大きいです。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,159,160,161,162,
い、5株でこんな感じです。2、3、4、5、大きいやつは大きいんだけどね、これ入れて持っていくんだね。よいしょ、急いで持ってって、まだ黄金全部できてないんだよね。昼から農協懇談会もあるし、用事がいっぱいです。草加とかそういうの全くないね。ノンプラウにすると草加出るんじゃないかなってねイメージがあったんですけど、そんなこと全然ないね。これね、草加ゼロです。バクタモとか効いてんのかね。はい、これ5株でこんだけです。こうやって持ってきます。はい、ということでカルビーの坂の上師匠です。サンプル置いてきます。どっこいしょと、皆さんサンプル出してあります。2022年8月の19日になりました。そろそろね大水の防除をしたいんですけれども、またね昨夜も雨が降っちゃいまして、どよよよよん、はい、水浸しでございます。いよいよこれはもうポンプで汲み出したいと思います。またポンプの出番でございます。もう使いたくないです。はい、じゃんじゃん水流してます。すごい量です。大豆に溜まった水を出してる間にちょっと前回排水したジャガイモ畑を見に来てます。あれ、ここあんまり溜まってないな。あ、こんな穴でも役に立つんだねこれね。いやでもこれ相当降ったね。これ流れた跡あるよ、芋が。これちょっと芋が流されております。でかいな芋。よしと、はい、水切っときます。よいしょ、はい、水逃げてください、そちらへ。よいしょ、はい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 、お孫ちゃんです。眩しそうです。どうもどうも、おじじの仕事見に来たの。お孫ちゃん、はいはい、眩しい眩しい。はい、M7 です。トラクターうるしゃいね。はい、行こう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 。じゃあね、バイキュー、バイバイ。